エイデンとタクマの唐揚げクッキング。材料は？ごま油、油、砂糖、片栗粉、醤油、カエンペッパー、みりん、塩、黒胡椒、にんにく、生姜、鶏のもも肉。手順。まずはにんにくの皮を剥いてすります。生姜の皮も剥いてすります。次に鶏肉の皮を包丁で取ります。そしてエイレンが包丁で鶏肉を一口サイズに切ります。さあ調味料は塩、砂糖、ごま油、醤油、みりん、カエンペッパー、塩、生姜、にんにく、そして最後に黒胡椒を入れます。混ぜます。お米をしっかり洗いましょう。水を指の第一関節まで入れます。炊飯器をスイッチオン。油を熱します。そして片栗粉。片栗粉に鶏肉を入れます。とっても美味しそうですね。油に鶏肉を入れてあげます。ジュースー 3,4 分後に唐揚げを一度出します。そして最後にもう一度揚げてから出します。こうしてとっても美味しい素敵な唐揚げの完成です。いただきます。おしまい。